前衛の個人技、コートのすべてを支配する前衛になる方法。かっこよすぎるわ。なんかいいタイトルですね。いやすごいっすわ。はい、まあ、上松選手みたいなイメージ。ああそうですね、はい、全部どこにいても取って決めてなんか支配してますよ、はい、領域展開してるみたいなね。もう全部集まってきてますね。もう 1,2 歩で届くみたいな、なんか、はい、そんなイメージですね、はい、しかも上松選手だってネットから離れてもバッ、すごいんですよね。攻撃力が高いじゃないですか、はい、うん、あんな感じですよね。そうですね、はい、あれにみんななったらもう前衛は楽しくてしょうがないでしょうね。それこそあの最近だったら前田中谷、はい、中谷選手とかもすごいこうスケールの大きい前衛だな、うん、女子だけどすごくこう守備範囲が広くて、はい、どっからでもこう攻撃ができるなって思うんで、うん、運動神経抜群なんだろうな感ですよね。いやそうですねまあこれからインドアシーズンですよね、少しずつで体育館ってなった時にやっぱり前衛もスマッシュを追ったりとか、うん、前に詰めてボレーだけっていうよりは、うん、下がったところからもしっかり決めていかなきゃいけないとかってプレーがいろいろあると思うので、うん、はい、ちょっと今日はその辺をうちに、はい、実際に教えてもらいたいと思いますので、はい、全てを支配したい前衛の皆さん最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではコート全部を支配する前衛になるための個人技をやっていきたいと思います。で今回はですね、ちょっとネットから離れたところでストローク、まあ、ローボレーとかハイボレーとかですね、そういうところで、コート全面を支配する、前衛にぜひね皆さんなっていってほしいので、ちょっとやっぱり前衛はネットに詰めて縦面でもうボレーするのが一番決まりやすいんで、そういう動きになるのが多いんですけど、相手のレベルが高くなってきたらその前で勝負っていうのところでも全然いいと思うんですが、まあ、相手がそこまでいいボールとかねあんまりコースに厳しいのが来ないっていうことであれば、ちょっと下がったところから決めれる前衛になる方が守備範囲広く取れますので、ぜひねこのローボレーで攻める、まあ、ストロークですね、ノーバンストロークで攻めるっていうところをぜひ意識してやっていってください。それではまずですね、実際にローボレーですねやっていきたいと思うんですけど、今回は攻めるローボレーになりますので、結構ねローボレーっていうとどういうイメージかというと、ラケット面を、構えて足でボレーを運びましょうというのが基本的なローボレーになるんですが、今回はストロークを振るようにノーバンストロークで打つようにちょっとラケットをスイング気味で打っていって攻めるというのをやっていきたいと思います。ではまずちょっと2種類の違いを見せたいので、まずは基本的なローボレー、その後は攻撃的なローボレー、この2種類やっていきたいと思います。まず基本的なローボレー、線で捉えるローボレーをやっていきたいと思います。これが基本的に来るところにですね、ラケットを構えてキャッチボールでキャッチをするイメージですね。来たところにボールをキャッチする、これに足を合わせて飛ばす、ボールをキャッチからの足でボールを飛ばす、でこういうローボレーになります。はい、では次に攻めるローボレーやっていきたいと思います。っていう感じでちょっとスイング系で攻めていくっていうこの2つのですねローボレーです。で今回はこのスイング系のローボレーをやっていきたいと思うんですが、大事なことはまずラケットは大きく引かないっていうのは大事です。やっぱり相手のボールが速いので大きくテイクバックしてから振りに行こうとすると間に合いません。なので大事なのは体を少し横に向けるっていう、ラケットを立てた状態で横に体を向ける、もうこの時点でテイクバック完了です。でこっから体の回しでこっから打っていく、こういう意識ですね。バックも体を横にしてパン、横にして打っていくっていうこういう意識になります。でやっぱりですね、体の腕だけで打ってしまうとやっぱり感覚ずれるので、体の回転で
ボールを飛ばすっていう、こういうローボレーになりますので、体重移動で押すというよりは回転で打つっていうのをちょっと意識してやってみてください。それでは次にちょっとね、塾長に何球かこの攻めのローボレーねやってもらいたいと思います。あ、ここむずい。で、今やってもらったんですけど、まあ、前にね、行きながらやってしまうと、振るっていうことは体の正面じゃなくてボールを右と左、まあ、イースタングリップのボレーみたいな感じで横にボレースペースを作らないといけないので、前に入ってしまうとここに来た時にやっぱ振れなくなってしまうので、どちらかというとボールを、まあ、その場で待ちながら左右に体をさばけるよ。どっちに来てもさばけるよ、さばけるよっていう風にやってあげると、ラケットフルスペースですね、フルスペースこうやって出来上がりますので、ぜひそれ意識してやってみてください。動画の途中でお知らせがあります。見て強くなるソフトテニス塾では全国回って講習会を開催しております。僕とウッチーの指導を実際に直接受けてみたいという方がいましたらですね、日本中であればどこでも行きますので、ぜひ僕らを直接呼んで子どもたちと僕らをこう触れ合う機会を、まあ、主に指導者の皆さんに作っていただく形になるかなと思うんですが、気になる方は番組下概要欄のソフトテニスアカデミーという、ね、ホームページのところに講習会の詳細が載っておりますので、ぜひそちらから講習会チェックしてみてください。では次に2つ目のですね、ローボレーの技術をやっていきたいんですが、次はドロップボレーです。相手が打ってきたボールを吸収して短いボールで返していきたいと思います。でこれは先ほどと違ってパーンって弾く必要がないので、フォロースルーを長くするというよりはインパクトの時にフォロースルーちょっと、まあ、止めるというか、止めて余韻ですぐラケットを左手で構えれるぐらいのローボレーになります。ではちょっとやってみたいと思います。慣れてきて面白いのがイースタングリップでやると回転よりかけれるので、まあ、こういう短いボールっていうのは結構遊び感覚で柔らかく返すっていうことができないと打つことができないので、ガチガチでやってしまうとボールが飛んでいって短いボールいかないので、リラックスして裏面とかでも打てるようにちょっとイースタングリップでやってみたいと思います。今ですね、やったドロップなんですが、まあ、これですね、
短いローボレーもあるとなると、相手はローボレー打つってなった時に前も警戒しないといけなくなりますよね。でそうなった時にポンとつなぐローボレーとか深いローボレー打てれば、相手は前を警戒しているので、こう後ろで下がりながらボール打つことになって、その後自分で決めれるという風になります。ただこのローボレーがある程度の深さにポンって返るだけだと、相手も前を警戒しないので、打った後チャンスだなっていう風に構えて勝負をするようになってしまって、いいローボレー打ってもあまり攻めにならないっていうね、駆け引きもありますので、なのでしっかりこう短いボールも打てるっていうところで、打つコース幅の選択肢っていうのを増やすようにぜひやっていってください。それでは最後3つ目で、ハイボレーをやっていきたいと思います。でハイボレーのコツとしては、結構ですね、ハイボレー打つ人フォロースルー大きく打ってるイメージあるかもしれないんですが、ハイボレーはインパクトの瞬間に面を止めるという、こういうイメージが大事です。パンパン。ただ実際に止めるとなると威力が出すぎると止まりません。なので止めるイメージでパンって止めに行ってるんですが、止まらないので余韻でラケットが振ってるように見えるという感じになるので、イメージは止めるっていうのが基本になります。まず基本のところですね、速いボールはいかないんですが、ゆっくりやっていきたいと思います。インパクト、止める、インパクトで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 、でこれを弾こうとしてちょっと振っちゃってる、振ってるように見えるけど、イメージは止めるイメージで振ってる、インパクトで止める、こういう意識でやってみてください。っていうのでやってみてください。ではちょっと塾長にもやってもらいたいと思います。最後はツッツキをやっていきます。今みたいに最後はどの技術を使うのかっていうのを判断しながらやるツッツキっていうのをぜひやってみてください。でこういろいろねできるようになってくると、あるのが飛んできた時に、あどれで打とうって言ってその出す技術を悩んでしまって、その判断が遅くなった結果動きが硬くなって、練習だったらいいボレーができてたのにできなくなったりとか、打った後にうわ今のこの選択肢間違ってたってなったりっていうところになりやすいので、技術が多いとそれを使うところで悩んでしまうので、逆に技術が少ないとやることが明確だからこそ集中してできるから質が上がったりっていうところも、まあ良し悪しなんですけど、上手い選手はどの技術をするにしても全部を高いレベルでできるっていうのが最後の目的地だと思いますので、で悩むところも判断能力を早くすれば解決しますし、ただ技術はいろいろできるに越したことはないかなと思いますので、こういうねいろんな練習をして全部のコートを一人でカバーできるような全員を目指して頑張っていってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画参考になったですとか、僕の方がイースタンドロップもっとうまくできるよ、ゼロ式ドロップ打てるよっていう方はですね、チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。逆にこれから挑戦したいと思う方もですね、ぜひ高評価押してくれたら嬉しいです。それとやってみた感想ですとか、コメント欄に載せていただけると、あなるほどそういう感覚があるのかとかね、僕らも、とても参考になりますので、ぜひやってみてどうだったのかとかもね、ぜひコメントしてみてください。
それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。